ただいまから令和5年度宇都宮大学入学式を挙行いたします。皆様ご起立願います。礼。国歌ご着席ください。はじめに本日ご臨席いただいておりますご来賓の方々をご紹介いたします。栃木県知事福田富一様、はい、おめでとうございます。宇都宮大学経営協議会委員工業エンジニアリング株式会社代表取締役会長飯村真一様、はい、同委員入江公認会計士事務所入江純子様、同委員大川総合法律事務所 大川陽子様、宇都宮大学同窓会国際学部同窓会副会長雪沢慎吾様、はい、おめでとうございます。共同教育学部同窓会会長増口茂吉様、はい、おめでとうございます。養老会同窓会副会長上沢和彦様、はい、おめでとうございます。農学部峰ヶ丘同窓会会長宇田康様、はい、おめでとうございます。宇都宮大学学生講演会会長本間和久様、はい、おめでとうございます。役職員紹介。本学役職員はご起立願います。本日出席の役職員については式次第裏面の登壇者一覧をご覧ください。ご着席ください。入学許可。地域デザイン科学部158名、国際学部116名、共同教育学部176名、工学部376名、農学部234名、大学院地域創生科学研究科博士前期課程392名、大学院教育学研究科専門職学位課程19名、大学院地域創生科学研究科博士後期課程21名、役職員及び入学生はご起立願います。礼。学部1060名、大学院432名の入学を許可します。宇都宮大学長池田司。礼。入学生以外はご着席ください。
学長式辞。礼。ご着席ください。桜が咲き誇るこの良き日、宇都宮大学は学部1060名、大学院432名、総勢1492名の皆さんを新たにお迎えすることになりました。皆さん、ようこそ宇都宮大学にいらっしゃいました。宇都宮大学を代表し、お一人お一人を心から歓迎いたします。また、これまで温かく見守り支えてこられたご家族並びに関係の皆様、心よりお祝いを申し上げます。本日学部に入学された方は高校生時代、また大学院に入学された方々は大学学部時代など、新型コロナウイルス感染症への対策のため思い描いていたような高校生時代、大学生時代を過ごせなかった方々も多いのではないかと思います。現在第8波も収束してきた状況であり、国や自治体の対策方針もかなり縮小傾向にあります。ただまだアフターコロナではなくウィズコロナの状況であり、5類感染症への移行も5月の連休明けからということでもあることから、本日の入学式も保護者の皆様方のご出席をお控えいただくなど、内容、規模ともに縮小して開催しておりますことをご理解ください。しかし、本学独自に定めておりましたさまざまなコロナ対策のための規制はこの4月よりほぼ解除し、コロナ禍以前の状況に戻ってきております。授業も基本対面での実施としておりますし、海外留学も再開しております。クラブやサークル活動への規制もありません。ただ繰り返しになりますが、ウィズコロナの状況の中、大学としても個人としても気をつけなければいけない場面もありますので、大学からの案内やお知らせなどをしっかりと確認するよう心がけてください。もちろん大学は全学を挙げて安全安心な学びの場の提供に努めておりますので、有意義で実りのある大学生活、大学院生活を送っていただきたいと思っております。さて、宇都宮大学は150年近い歴史と伝統を持ち、そのルーツは明治から大正にかけて栃木県に設置された2つの教育機関である、栃木師範学校と宇都宮高等農林学校にあります。それぞれ現在の共同教育学部と農学部の前身です。その後昭和に入り、地元からの強い要請を受けて工学部が、そして平成には国際学部がそれぞれ設置されました。また7年前には全国で初めての分離融合型の地域創生系学部として地域デザイン科学部が設置され、現在5学部からなる総合大学として新たな歴史を刻んでいます。また大学院には博士前期課程および博士後期課程ともに地域創生科学研究科という一研究科に統合されたものとなっています。皆さんを含め約5000名の学生が学び、330名の教員と200名の準教職員が皆さんを支えており、これまでに約6万人の学生が本学を育ち、社会の第一線で活躍してきています。宇都宮大学は栃木県唯一の国立大学方針として、地域の地の拠点である中核となるべく教育と研究を推進しています。地域とともに学生の未来を作り、学生とともに地域の未来を作るをスローガンに掲げ、学生を大切にし地域と連携する取り組みを進めております。地域という言葉はともすると何か狭い気がするかもしれません。しかし広く世界に向かって羽ばたくためにしっかりとした自分の足元、足場を固める必要がある。
地元のことをよく知ることが必要です。またどの世界に行ってもそこには地域というもの、地域という考え方があります。したがって皆さんにとって今後未来へ向かって進むためにも地域というものを意識することは重要だと考えております。ところで皆さんはどのような夢を持って、どのような自分の未来を想像して宇都宮大学大学院に入学、進学されましたでしょうか。社会に未来へ羽ばたくために確固たる夢を持って入学、進学してきた人はその夢の実現に向かって進んでください。もちろんこれから自分の夢を描こうとしている人もおられるでしょう。その場合もしっかりと夢を描き、自分の将来の目標を定めてください。宇都宮大学はいずれの方々に対してもその夢の実現をサポートします。皆さんが自分の描く道をしっかりと進めるようお手伝いをします。そのために本学では教育プログラムの改革や教育研究環境の充実を図り、教職員一体となって提供しています。宇都宮大学には昨年度より定めた右大スタンダードというものがあります。これは専門分野に関する知識や技能とともに身につけて卒業していっていただきたい学習力、情報活用力、論理的思考力、表現力、協働力、課題解決力という6つの汎用的能力のことです。この6つの力は大学での学びにとどまらず社会に出た後も役立つものであると考えています。この度皆さんが入学試験に合格し入学されたこと、これは大きな目標を一つクリアされたことです。しかしこれはゴールではなく新たなスタートです。皆さんの前には無限の未来、無限の可能性が広がっています。どうぞいろいろな力を身につけてご自分の夢に向かって進んでください。しかしどれだけ環境が整っていても皆さんが自らそれを生かさなければ夢の実現には届きません。大学での学びには受け身ではなく自ら進んで掴み取っていくことが必要です。この自らという姿勢は社会に出ても一層必要となります。自分の夢の実現に向けて積極的に取り組んでください。宇都宮大学では 3C 精神、3つの C というものを大切にしています。それはチャレンジ、主体的に挑戦する、チェンジ、自らを変える、さらにコントリビューション、広く世界に貢献するの3つの C です。この 3C 精神に加えて 3C アクションも掲げています。これはコネクト、コミット、コラボレートの3つの C で、主体的に社会とコネクト、つながり、責任を持って社会にコミット、関与し、多面的に社会とコラボレート、共同するというもので、社会とのつながりを大切しながら行動しようというものです。この 3C 精神と 3C アクションにおいても、自らという姿勢が重要です。宇都宮大学の一員となられた皆さんには、ぜひとも自分の夢の実現のために、自ら未来を切り開く力、より良き社会づくりを担う力を養っていただきたいと思います。ところで昨年より民法における成年年齢が18歳となりました。明治時代からの約140年間、日本での成年年齢は20歳と定められていましたので大きな変化です。民法で定める成年年齢には一人で契約をすることができる年齢という意味や、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。つまり成年に達すると自分の意思でさまざまなことができるようになるということでもあります。ここでも自分で自らということが大事なポイントです。
権利もできますが、一方では責任も重大となるということでもあります。自分で考え、しっかりと判断し、社会の一員として責任を持って行動や振る舞いをできるように努めてください。なお、成年年齢が18歳になったからといって飲酒や喫煙などは変わらず20歳からというになっていますので、できるようになったことと、これまでと変わらないことについてもしっかりと確認してください。さて、自らの夢を実現させるためには、皆さんは学部や学科、大学院のプログラムなど、いわゆる専門分野を選んで入学されてきたことと思います。今後、その専門分野を学び、醸成されていかれることになりますが、実は幅の広い知識や教養に支えられてこそ高い専門分野を確立されます。皆さんは自分が文系か理系どちらかだと思っておられませんでしょうか。また自分は文系だから理系の学びは不要だとか、例えば工学部で機械を学びたいのだから同じ工学系でも情報や電気科学などの勉強は不要だなどと思っておられないでしょうか。もちろん専門分野を極めることは重要です。しかし専門分野とは異なる分野の多様な知識知見が加わることにより新たな発想が生まれ、より高い専門性が生かされることになります。多様性ということがよく言われるようになってきています。多様な社会世の中に対応するためにも専門性を深める一方で、全く関係なさそうな内容も含めた多くの分野に触れるように努めてください。絶対どこかで役に立ちますし、つながることを保証します。大事なことは、さまざまな分野のそれぞれの考え方や方法に触れ、多様で幅の広いものの見方、我々はこれを複数の目と書く複眼と呼んでおりますが、この複眼の視点を持ち、複眼を持って物事に当たることです。そうすることにより変化に対応する柔軟さも得られ、新しいものへのチャレンジも図ることになると考えています。繰り返しになりますが、文系理系の枠を超えた幅の広い学びをし、複眼的な視点を身につけてください。ところで、学びというものはいわゆる授業での学びだけではありません。大切な学びの一つは多くの人間と触れ合い、また社会での実体験を通して人間としての幅を広げることです。例えばサークル活動やボランティア活動に参加し、仲間や友達を作るなど、国内外のいろいろな場面で多くの人間と出会う、これらも大切なものです。さまざまな場所や機会で人と触れ合い、議論や意見交換をし、時に感情をぶつけ合ったりすることで自分とは異なる視点や考え方があることを知る、これも複眼です。このように相手の思いを理解し、相手を尊重できる豊かな人間性を育むこと、これがコミュニケーション力の醸成でもあります。他人を思いやる力を身につけることが自分も受け入れられることにつながります。複眼に加えて今日はもう一つの言葉、競争という言葉をお話しします。競争、競い争うという意味の競争ではなく、共に作り上げていく、コ・クリエーションという意味の競争です。一人一人個々の存在とその意思は非常に重要で大切なものです。しかし皆さんは一人で存在しているわけでも、一人で成り立っているわけでもありません。多様で多彩な他の存在とともに、いろいろな場面で共に行う、共に進んでいくということも重要です。多様な社会においては複眼を持って、そして競争して対応することが一定求められています。これから大学生活を送る上で、この競争と複眼というキーワードを心に留めておいてください。冒頭にも申し上げました通り、まだウィズコロナの中、制限や制約が完全にはなくなってはおりません。しかしこのような状況への対応も、皆さん自身が自らその対応を行うことでより良いものにできるはずです。もちろん宇都宮大学は全学全教職員を挙げ、地域とともに協力しながら安心安全な場の提供に努め、
充実した大学生活を送れるよう皆さんをサポートします。安心して大学を通ってください。私個人的でもできる限り皆さんからの声を聞き、皆さんにお話しかけたらと思っておりますので、気軽にお声掛けください。宇都宮大学で学び、たくましく成長された皆さんと卒業、修了を祝い合う日を楽しみ、本日の私の式辞といたします。みんなで頑張って進みましょう。令和5年4月5日国立大学法人宇都宮大学長池田司さん、本日はおめでとうございます。入学生はご起立願います。礼。ご着席ください。来賓祝辞。栃木県知事福田富一様よりご祝辞を賜ります。はい、入学生はご起立願います。礼。ご着席ください。皆様こんにちは。ご指導いただきました福田でございます。宇都宮大学の令和5年度の入学式にあたりまして、一言お祝いのご挨拶を申し上げます。晴れて宇都宮大学に入学をされました皆さん、誠におめでとうございます。またご家族の皆様方のお喜びもひとしおのことと存じます。重ねてお祝いを申し上げます。で、私たちを取り巻く社会は大きく変化をしてきております。デジタル化の急速な進展、脱炭素に向けた世界的な流れの加速など、大きな変化の中にあります。予想困難な時代の中で、今までの常識にとらわれない発想が、新たな発想が必要になっています。社会が求める新たな発想を生み出す力の土台となるのは、幅広く深い教養だと言われています。できることとしたいこと、できることとしたいことは必ずしも一致しない場合があります。例えば昨日も宇宙飛行士予定の米田あゆみさんが報道されてましたけれども、月面着陸のミッションを持った新たな宇宙飛行士予定者、米田あゆみさん28歳、諏訪誠さん46歳、米田さんはドクター医者ですよね。それから諏訪さんは世界銀行にお勤めの方です。で、仕事をしながら自分は宇宙飛行士になりたいという夢を、今学長のお話になりましたように見続けて、そして努力をされてこられたんだと思います。米田さん、女性宇宙飛行士、宇都宮の済生会病院でお勤めになっていた向井千秋さん以来の女性宇宙飛行士と言われています。今回のこの宇宙飛行士は倍率2000倍というふうに報道されました。ぜひ日本人として月面に立ってほしいと心から願っています。ですので、できることとしたいことは別の場合があって、そのしたいこと、すなわち夢、
これを実現していくことが重要だと学長から話があったところです。皆さんは宇都宮大学におきまして大いに学び、高い専門性や技術力を身につけるとともに、身近な地域のことから地球規模のことまで様々な関心を持って社会課題を見出し、多様な人とコミュニケーションを取りながら考えを深く掘り下げていってほしいと願っております。今年は栃木県にとって特別な年でございます。すなわち栃木県誕生150年という節目の年になります。また6月の24、25の2日間は奥日光で G7 サミット男女共同参画女性活躍担当大臣会合が政府主催ですけれども開催されます。栃木県としては初の国際会議ということになります。またこの150年の記念式典においては、記念事業においては県内各地で開催をする予定にしておりますので、県内各地で若者が主役となる企画を予定しております。ぜひ身近で地域について考え行動するための一助にしてもらいたいと思っております。皆様方にはウダイスピリット、 3C 精神、 3C アクションの話を今いただきましたけれども、積極的にキャンパスから地域へ、さらには世界へと飛び出して、社会が大きく変化する中でも未来を切り開いていける知力と行動力を培っていただきたいと思います。そして夢に向かって目標に向かってできることとしたいことが一緒になるように努力を続け、大きく飛躍されることを大いにご期待申し上げます。結びに皆さんの希望に満ちたスタートを心からお祝い申し上げますとともに、本日ご臨席の皆様方のご健勝と宇都宮大学のますますの発展を心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉にいたします。おめでとうございます。終わります。入学生はお起立願います。礼。ご着席ください。なお、本学宛てにいただいた祝電やお祝いのメッセージにつきましては、メインホールロビーに掲示しておりますので、どうぞご覧ください。これをもちまして、令和5年度宇都宮大学入学式を終了いたします。皆様、お起立願います。礼。ご着席ください。